どうも皆さん、こんにちは。坂口先生です。はい、今回はですね、皆さんの元に届く動画を撮影したり、編集したり、あとライブ配信したり勉強したり、いろいろやってる机があるんですけど、デスクね、これです、これなんですけど、ちょっと地味に見せたことなかったなと思って、ちょっと今回動画を撮ろうと思ったんですが、僕のデスク周り、結構僕神経質な性格で有名だと思うんですけど、僕はそのどんぐらいな感じのデスク周りしてんのっていうのをちょっと皆さんにお届けしたいなと思います。はい、机ですね、どんなものを置いてるとか、どういう配置にしてるとか、最近ちょっと模様替えしたばっかりなので、そういうのも含めてちょっとお伝えできたらいいなと思います。それでは行きましょう。はい、ですね、じゃあ紹介していきたいと思うんですが、まずこの上の段からですね。上の段はちょっと光の加減が見づらくて申し訳ないんですけど、時計が置いてあります。はい、デジタルのね、時計が置いてあって、で後ろ側の、僕が人生で初めて出た NHK のど自慢予選会に出た時の出場記念の、ね、写真ですね。でメンバーの皆さんと言ったんですけど、はい、でこれは母にもらったベンツの車です。はいでこっちは結構検定の本とかノートとか学校の資料とかファイルしたりしてます。はい、でね、僕これ小学校1年からずっと使ってる勉強机をですね、いろいろ改造して使ってるんで、結構こう名残があるというかね、っていう感じだと思うんですけど、そしてこちらに移ります。はい、ちょっとね、後ろのところね、この黄色いテープ、このこういう黄色いテープがちょっと目立ってね、恥ずかしいんですけど、改造してるっていうことで許してください。はい、これが電源タワーですね。はい、これはカメラのバッテリー、今使ってるこの EOS M100 のバッテリー充電する充電器とか、あとは USB とか、もうこれ余ってるんですけど多くて、これ Amazon で購入しました。はい、コンセントとか足りない方結構多いと思うんですけど、そういう時にはたまに使うってやつですね。ここにちゃんとスイッチもついてて、結構安全に使えるみたいです。はい、ごめんなさい、 LINE が鳴ってしまいました。はい、でこれはあれですね、ライブ配信の時に使ってるスマホ立てるやつと、で携帯冷やす扇風機、これ携帯冷やすためのやつじゃないんですけど、使ってます。冷却用に使ってます。スマホ熱くなりすぎると重くなっちゃうんでっていうことですね。はい、それでこっち側サイドですね、狐のお面、これ僕お祭りで買いましたね。3000円とか出して買った記憶があります。中学生の時に買ったものです。はい、結構狐が好きなんでね、かっこいいなと思って飾ってます。はい、でこの下がちょっと可愛らしいね、鼻のからしたこういう網みたいなのがあって、こっちがイヤホンとか入ってたり、こっちが結構使うコード類入ってたりとかで、下にマイクが入ってたりとかで、このケーブル2つはですね、ビデオカメラ、パナソニックとかなんかいっぱいあるんですけど、そのビデオカメラの充電器ですね、これがね。で、ここにティッシュがあって、これはサイドにね、僕デスク出してるんですけど、ここに蒸気でホットアイマスクとか、洗いマスク、僕が大好きなやつとか、これは歯に関する用品ですね、よく使ったりするので置いてます。ガムとか、これも全部ガムですね。このティッシュ箱がピンクなのは置いといてください。はい、では一番下の段に行きたいと思います。こっちからですね、ここも電源のコーナーになってます。一応でもこれはあれですね、大きい電源ですね。例えばこの電源タワーの電源とか、この机自体の電源とかは全部ここにあります。はい、でエアポッツあって、これはアイマッサージャーっていう目のねマッサージしてくれる機械です。買いました、これもアマゾンで買いましたね。カレンダー、ピーチのカレンダーって、でもこれ名刺入れですね、名刺。いろんな方の名刺もらうので名刺入れたりとか。で、奥は本のしおりですね。本たまに読むので、たまにですね、本当に本はあんまり読まないんですけど、たまに読むときのためにしおりが置いてあります。でもこれはサブの、あれですね、Android の携帯ですね。はい。いつもの自分のスマホはこれです。今、ワイヤレス充電してますけど。今、ワイヤレス充電してるこれですね。で、これがいつも使ってる MacBook Air。で、モバイルバッテリー。ちょっとね、線がほんとごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけど、やっぱ、この電源タワーのおかげでだいぶ改善された方なんですけど、やっぱりね、線が多くなりますね。こう、YouTube とかライブ配信やってると、しょうがないんですけど、なるんですね。で、これがオーディオインターフェースですね。ライブ配信とか、あと歌動画撮るときとかもこれ使ってます。はい。で、これが、一番の醍醐味かな。ここの、これマイクですね、アーム。これよく YouTube とかで使ったりしてるんですけど、結構音とか雑音とかも撮ってくれたりして結構いいマイクになってます。一応オーディオテクニカのプロ100っていうやつを使ってます。はい、で、下の方なんですけど、下は特にね何もないんですよ。これ下僕入れてなくて、あんまり足をね奥にはめたりしてる、これちょっと僕のスリッパなんですけど、足をねこの何
ここの隙間に足をよく入れるんで、勉強とかしてる時とか。だからね、下に物置いてないです。で、こっちは、こんな感じ、ペンとか、辞書とか、いっぱい入ってます。はい。こんな感じですかね。大体。はい、ということで、どうだったでしょうか。ちょっとざっとですけど、一応ご紹介させていただきましたね。普段絶対見れるところじゃないので、結構いい動画になったんじゃないかなと思います。はい。結構僕、几帳面なんで、この形から結構大げさに変わるってことはね、これからもないと思うんですけど、でもだんだんやっぱり物はね、減らしていこうとは思ってるんで、ちょっと今ね、ガムとか置いてあったり、ちょっとあれだったんですけど、もうそのまんまのね、もう綺麗にするとこも一切なしで、やらせなしで、そのまんまいつも通りの僕のデスクをご紹介させていただいたんで、部屋の中で一番ここがごちゃごちゃしてるかもしれないです。結構、綺麗好きなので、神経質だし、コンセント、この線とかに関しては、正直もう、しょうがないですよね。もうこれ以外ないので、それこそね、この、さっきご紹介したワイヤレス充電器とかも、もうここにありますけど、これとかもね、線、ここ、なんていうの、スマホに直接刺さないで、これもこうやって取れるっていうのが、いいところではあるんで、できるだけその線をこう減らそうとは思ってるんですけど、やっぱ、減りきらない部分がやっぱあるなっていう感じですね。はい。はい、ということで、今回は、僕のデスク周りを紹介させていただきましたね。今度の動画です。後ろのこの皆さん本当に気になってると思うんですけど、オーディオ機械とか、結構趣味で集めてて、すごいいいね、音楽が聴けるんですけど、とか、このカメラの後ろ側のね、いろんな僕の機材とか、あと本とか、僕趣味の腕時計とか、香水とかゲーム機とか、そういうのがこう、しっかり置いてあるところがあるんで、有名人の方のサイン色紙とか、たくさんあったりするんで、そういうのもね、今度ご紹介できたらいいなと思ってます。はい。ということで、今回は、これで動画を終わりにしたいと思います。もしこの動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。